はようございます。12月29日火曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図を見ていきましょう。29日火曜日9時の予想天気図です。北日本方面に低気圧また前線が近づいてくることと、また西日本方面にも低気圧前線近づいてくるので、今日は天気下り坂となります。それがよくわかるのが夜の天気図です。21時の予想天気図を見ていきますと、日本海側の低気圧前線、また西日本方面東シナ海側の方に低気圧前線が発生し近づいてくる見込みです。では全国のお天気をアイコンで確認していきましょう。北日本は低気圧や前線が近づいてくるため、日本海側を中心に雪や雨が降るエリアがだんだんと拡大していきそうです。特に北海道の日本海側ではどかどかと降り方が強まり、沿岸部では風も強まりますので、吹雪による視界不良に注意が必要です。太平洋側でも日差しが届くところが多くはなりそうですが、雲が広がりにわか雨、にわか雪の可能性があります。また西日本方面も北日本とは別の低気圧や前線が近づいてくるため、天気下り坂、九州や中国四国エリアでは次第に雲が多くなり、九州北部ではお昼過ぎ頃からだんだんと雨が降りやすくなっていきそうです。外出時は雨具があると安心です。一方、近畿から関東にかけて、こちらでは日差しが届き穏やかな天気となりそうです。低気圧や前線に向かって暖かい空気が入りますので、比較的気温は高めとなりそうです。過ごしやすい体感となるところが多くなります。そして明日以降は、30日以降は寒波が襲来するため、荒れた天気となることが予想されます。全国的に荒れた天気となりますので、今日のうちに備えをしっかりと行っておいてください。以上、全国のお天気をお伝えしました。